あ、ほーい、こんにちは。伊勢むわふわ、むふわちゃんです。ふわふわちゃんのちょろけちこも。今日も一緒に遊んでね。じゃ、くよー、いてめなったー。女性名詞と中性名詞が見分けられるようになって、名前もたくさん覚えたよね。どう？使ってみてる？え？スーパーにアクセって書いてあった？ビボルニェ。空港行きのバスにレティッシェって書いてあった？スーパー。道路情報の掲示板にネホダって書いてあった？スクビエレ。みんなすごいね。チェコ語の才能があるよ。今日はね、名詞の最後の種類、男性名詞をやってみようね。女性名詞と中性名詞よりも見分けやすいから安心してね。でも、女性名詞の動画で話したように、三輪明宏タイプがあるから、それだけはボソール。気をつけようね。男性名詞はね、大きく2つのグループに分かれてるの。この分け方にびっくりしないでね。1つ目のグループは命がないもの、つまりものだね。もう1つのグループは命がある生き物、人とか動物とかだね。この2つのグループをさらに2つに分けるんだけど、ややこしくなるから、今日は2つのグループだけにするからね。安心してね。じゃあ、男性名詞のものの名前、いくよ。お茶、チェイ、マンション、ビッ、机、テーブル、ストゥール、鍵、フリーチ、空腹、ラッキー。この5つの共通点って何？そう、最後にアルファベットの A、I、U、E、O がないよね。女性名詞や中性名詞と違うね。これが男性名詞なの。女性名詞で宝塚の男役タイプがあったの覚えてる？トランバイ、ドラム、ノッツ、夜、スール、塩、グレフ、血液、ラーヘフ、瓶、バーネフ、フライパン、骨盤、オステル、ベッドがあったね。女性名詞だけど最後に A、I、U、E、O がないから男性名詞に見えないね。だから男性に見えるけど実は女性っていう宝塚の男役タイプなんだよ。次は命があるものいくよ。日本人男性ヤポネツ、サケロソス、犬ペス、男の子ロッコ、お父さんタチーニック。この5つの共通点って何？そう、みんな最後に A、I、U、E、O がないよね。女性名詞や中性名詞と違うね。だから男性名詞だよ。わかりやすいね。さて、ここで三輪さん登場。三輪明宏タイプは命があるグループに入ってるの。同僚、コレク、ホッケー選手、ホッケースター、英雄、フルディナ、
選手、あとバリスタ。庭木宏タイプの共通点って何？そう、最後に A があって女性名詞に見えるね。でも男性名詞なんだよね。男性名詞は命がないものと命がある生き物の2つ。命があるグループには女性に見えるけど男性名詞の三輪さんタイプもある。これで男性名詞はバッチリだね。どうだった？今日は楽勝だったかな？ヒロとレフケ。じゃあ今日はこれでおしまい。トイフシェフの、最後まで見てくれてどうもありがとう。ゆっくりものほくら。チャンネル登録やいいねもどうもありがとう。ふわふわ嬉しいな。マーブラドス。どんどんチェコ語を使ってみてね。きっと楽しいよ。じゃあ。